はい、どうも、ワウさんつーです。今日は練習場によくある、この、トレーサーの、バーチャルゴルフをやっていきたいと思います。1番ホール、パー4、368ヤード。ちなみに、ゴルフコースは、兵庫県にある、ナルオゴルフクラブ、パー70、OT からですね。朝一のティーショット、これは完璧でしたね。フェアウェイど真ん中、ランも出て、飛距離も出て、260飛んでれば言うことないんじゃないでしょうか。2打目、ピンまで104ヤードですね。多分50度のウェッジじゃないですかね。ちなみにね、左にこうやってね、ショットの映像出てるんですけども、ちょっとめんどくさいんでね、全部は乗っけるつもりはないですね。たまにこうやって乗っけてるだけですね。あ、でかかったですね。あ、ピッチングだったかもしんないですね。ちょっと朝一っていうこともあるんで、夜一ですかね。あとね、このバーチャルゴルフの特別ルールで、まあ、グリーンに乗ったり、グリーン周り行った時に、ああやって72ヤードシステムっていうのが発動するんですよ。72ヤードのアプローチをやらされて、赤枠内に収まればバーディー。で、白枠に収まればパー。それを外すとボギーと。2打目がね、あ、まあ、パー5、パー4の場合、2打目が、寄れば寄るほど赤枠が広がります。で、外せば外すほど、小さくなるんで、ボギーになりやすいと。さあ、3番ホール、387ヤード打ち下ろしですね。もちろんドライバーですね。ああ、これもほぼ完璧なストレート、ややドロー、キャリーも出て、ああ、ランも出て、これ280ですね。まあ、打ち下ろしはあるんですけどね。115ヤード、2段目。ピッチングじゃないでしょうかね。ちょっと左に外してますね。あ、ちょっとでかいし。バンカー入っちゃいましたね。何ヤードだ？ 1.71 ヤードに入れるとバーディーなんですけど、あ、ここはパーですね。だから、まあ、6ヤードぐらいだったかな、パーのエリアに入れれば、半径なのかな、直径なのかな、その辺はね、ちょっとわかんないですけども、半径なのかな？で、今、ガッツパーですね。ピンまで162ヤード、4番ホール、6番アイアンですね。良さそうですよ。見てるんでね、画面を。あー、着きましたね、これは。これは結構ピンに絡んだんで、赤枠が結構広がってると予想されます。あ、5.65 ヤードですね。ここはバーディーですね。楽々のバーディー。72ヤードはね、5ヤード以内にはつけたいっていうのはあるんで、やっぱ、あれぐらい赤枠が広がってくると、やっぱバーディー取りたいですよね。さあ、ドライバーも、ほぼ完璧。結構ランも出て、結構飛んでますね。残り103ヤード、50度のウェッジですね。あ、これもつきましたね。ほぼさっきと同じ。また5ヤードぐらいじゃないですかね。6.2 かな、これ。すいません、ちょっと老眼が来てて、ちょっと今、スマホの、動画にね、ナレーション入れてるんで、ちょっと近くすぎて見えないんですよね。すいませんね、ちょっと。行ってみたいですね、ナルオゴルフクラブ、兵庫県にあるんでね。そうちゃんがね、兵庫県に住んでるんで、ぜひね、行った時にはね、行ってみたいです。でもね、まあ、兵庫県はね、ゴルフ場がたくさんある、ゴルフ場しかない県って言われてるんで、で、やすくんが言ってたんで、ひどいですよね、その言い方も。結構、ブッシュ入っちゃいましたけど、なんとか前が空いてたんで、打てましたね。
結構遠いんでね、0.5 何ヤードだ。ちょっとすいませんね、老眼がほんと来てて全く見えないんですよ、近いと。でもね、あのスマホ離すとね、あの声が遠くなっちゃうんでちょっと難しいですね。パー5、突き抜けが怖いんでウッドでスライス系を打とうとしてますね、はい。うまくスライスかかったんですけどね、ちょっと右すぎたかな。バンカーの右ラフですね。残り以外270残っちゃったんで、直ドラで行きたいと思います、ここは。普段ね、直ドラなんてやらないんですけどね、やっぱり、これがね、バーチャルゴルフならではの遊び心といったところじゃないでしょうか。ぜひね、皆さんもお近くにあれば挑戦してみてください。ちなみにね、ここは、埼玉県は岩槻にある、埼玉県さいたま市の岩槻にあるファミリーゴルフですね、はい。もう今大人気で、この、トレーサーが入ったんで、もうすごい混んでますし、値段も上がりました、はい。ただね、打ち放題なんですよ、ここの、岩槻ファミリーゴルフっていうところは、2時間で2300円です、1回。さあ、2段目200ヤード残っちゃいましたね。打ち上げもあり。200ヤードといえば僕の得意な7番ウッド、はい。これを振り抜いていきたいと思います。はい、7ヤード打ち上げ。良さそうですね。良さそうですよ。手前から乗せていく。200ヤード残ったのバーディーチャンスといったところじゃないですか。 2. 何ヤードだ ?9 ちょっと離しました今、はい。これは悔しい、これは悔しいパーですね。せっかく乗せたんであそこはバーディー取りたかったですね。あ、こうやってね、指で、動かせば、画面をね、タッチパネルになってるんで、やれば、目標をずらすことができます。はい、ピンまで339ヤード。打ち下ろし、打ち上げ、わかんないですけど。はい、まあまあじゃないでしょうかね。ああ、これはナイスキックですね、はい。前半最後の9番ホールですね、これ。これはナルオゴルフクラブを、理解した、コースマネジメントといったところじゃないでしょうか。さあ、残り68ヤード。このバーチャルゴルフの難しいところはね、この68ヤードとかっていうアプローチが一番難しいです。さあ、なんとかパーの枠に入れたい。お、これはガッツパーですね。前半をなんとか1アンダーで乗り切りました。ピンまで450ヤード。パー5? ああ、入れちゃいましたよ、これは。怪しい。これはね、トラブルですね。残り195ヤード。あ、パー4でしたね。これ確かウッドで振り抜いたんですよ。もう、1か8かの。そしたらね、木に当たってね、ほぼ真横に出ましたね。3打目、148ヤード、8番ぐらいですかね。ちょっとなんか変な感じだったんで、番手落として手前から攻めようと思いましたね。これが僕のコースマネージメントですね。はい、花道に置いて、こっからなんとかパーを取りたい。パーの枠が 1.9。これはガッツパーですね。 1.9 ヤードを72ヤード寄せてくる。ナイスパーセーブと言えるんじゃないでしょうか。あ、短めのパー5。ちょっとね、力んで右行っちゃいましたね。ワンオンさせてやろうなんて思っちゃったんで。さあ、109ヤード、9ヤードの打ち上げ。あ、シャンクしましたね。すごいね、線がね、右にスーッてきましたね。これシャンクですね、はい。これね、一緒に行った同伴者がシャンクしてたんですよ、ずっと今日、ずっとこの日。
なんでちょっともらっちゃいましたね。シャンクはやっぱりね、あの映るんで、はい、飛沫感染するんでシャンクは、ぜひね、あの感染対策バッチリで、ゴルフはやってください。ここはボギーでした、はい。さあ12番ホールパー3、155ヤード、7番アイアンですね、多分。うん、良さそう。くるくるトーンしましたよ。この時は良さそうです。手前からしっかりと乗せていく。さあバーディーチャンス、4.5 ヤードに72ヤードつければバーディーだけ。ああ手前多分ダフりましたね、これだけ手前ってことは、はい。さあ短めのパー4、302ヤード打ち上げですけどね、やや右。短めのパー4が右に外すっていう、ちょっと力んでるんですよね。さあ73ヤード。これもちょっと左に外していきましたね。今日ちょっとね、この日はね、左に外す、っていうことが多かったですね。さあバーディートライですね。72ヤード、1.7 ヤードかな。おお、ほんの10センチですね。さあ短めのパー5来ました。455ヤードのパー5、しかも打ち下ろし、なんとかドライバーで飛ばして楽々バーディー、もしくはイーグルを取りたい、そういった心境じゃないでしょうか。うん、やっぱり力むと右に行くという僕の癖がね出ましたね。さあ207ヤード、207ヤードといえば僕の7番ウッド。これもやや左あ左手前、これはちょっと遠いけど、あ72ヤードシステム発動しましたね。イーグルチャンスです。あの見たことない色のエリアにいればイーグルです。バーディーも 4.2 ヤードあります。あミスりましたね完全に。ちょっとプレッシャーというか、うん、どうしてもイーグル取りたいっていう気持ちが前に出すぎてしまいましたね。さあ170ヤードパー3、うん、手前、うん、0.7 ヤード、まあ、無理ですね。もうボギーですね、こうなっちゃうと。もう流れが悪いですね、後半は。立て直すのに必死です。さあ16番ホール残り3ヤード、397ヤード。ティーショットはほぼ完璧。フェアウェイを捉えていく。ランも出て。いうことなしですね。なんとかね、あと2つバーディー取ってイーブンぐらいで回ってきたいかなと。このバーチャルゴルフはね、結構アンダー出るんですよ。ベストが66か7ですね、確か、はい。さあ、142ヤード、9番アイアンじゃないですかね、手前から。はい。やっとちょっとエンジンかかってきましたか、残り3ホールで。2.7 ヤード。トップしましたね、多分。覚えてないですけど。さあ17番ホール388ヤード。ドライバーはやや左。まあまあのショットですね。はい、7、80点ぐらいのショットですね。ピンまで152ヤード。ああ、ちょっと手前か。あ、でもいいとこじゃないですか。1.9 ヤードがバーディーですね。さあ。これも左ですね。ちょっとこの日ずっと左外してますね。ちょっとあとショートアイアンが、はい。じゃあ最終ホール来ましたね。18番ホールパー4、445ヤード。ややタフなパー4ですね。ここはバーディーで締めたい。ドライバーはやや右だけど、まあ、まあまあでしょう。
距離は出てるんで、ちょっとね前の木がスタイミーになります。178ヤード、ユーティリティ、5番ユーティリティですね、今日初めてので、ちょっと低い球でややフェード気味に、出したいなと。ちょっとね大きいんでクラブが、うん、タイガーフェード出ましたよこれ。あーこれはナイスオンだ。ここに来てビッグプレー出ましたね、タイガーフェード出ましたからね。さあ 2.8×9、 ちょっと老眼で見えないですけども、これはぜひともつけたい。うん、いいのかどうなんだ。うん、やっぱり左に外してパーでした。トータル2オーバーの72でした。はい。